なんかどっちかというと普段の平日というか仕事も含めた日常がどれだけストレスない空間で入れるかって考えた時に、俺は都会っていうか、まあ人が多いそっちはなんかずっと何かに追われ続ける感じがして、まだ好きじゃん。皆さんこんにちは、現代のもののけゆこと和子です。今日はこちら、はい鶴岡市が誇るアルケッチャーノにやってきました。アルケッチャーノさんはですね、7月7日にまた新しく新装オープンということで店舗がこう新しくなりまして、地元の食材を使った美味しい美味しいイタリアンが食べられるので、今日はそれを食べていこうと思います。はい、まずは皆さんに紹介していきたいと思いますので行ってみましょう。はい、はい、彼氏とデートダウンに使っていいよって言ったら早く知ってる？今喋ってるね。彼氏とデートダウンに使っていいよってあったの知ってる？うん、あ、知ってる？うん、あのアイドルとかそうだ、一応アイドル、あおちゃん一応アイドル、へイケメンスタッフじゃん。イケメンよ、スタッフさんみたいな。今日最初のお皿でございます。ブージェルと呼ばれる、これもよくフランスで作られるようなあのアミューズ、まあ、前菜の一皿でございます。そのまま手で召し上げてくださいませ。はい、召し上がりください。結構いいとこ行ってる。結構する料理ばかりだね。お前は結構なんかいいとこばっか行ってるよ。あの、はい、ありがたいことにいいところばかり。レオンさん、これチーズかけたいよね。手でかけていい、うん、あ、チーズ気持ちいい。たこ焼きみたい。うん、すごい、おいしい。うん、手でいいと思う。最近忙しいな最近忙しいですね。最近忙しいです。ありがたいことに。お盆休みはいつから行きます？お盆休みはございません。お盆休みでもございません。けど花火まではいい。うん、花火まではいいので来週、だからもうさ、動画を撮ってないときはさ、編集が結局あるから、タムリで。そう、だから、編集してる時間は休みの日じゃないじゃん。なんかそう思うと、休みがなくて、だから、まあ、貯金をしておきたい、編集貯金っていうか、動画貯金しておきたいんだけど、なんかそれをしたいなって思ったら、仕事が、外に出る仕事があったりとか、するとできない。もうちょっと来週中頃18、19、20くらいは何もしない日がありそうだなっていうのもあります。夏休み、うん、失礼いたします。はい、はい、はい、さあ正体障害が、プロバイガーにですね、会社のジェノベーゼをつけました。失礼いたします。あ、ひじきって美味しいよね、大好き。あ、ジェノベーゼ大好き。ジェノベーゼ。
まいうやばそれだそれが私の彼氏って思われたくないんだけど、まあ、多分まいうっていう人みんなに感じがされてまいうって言うんだよあ、サムネ、うん、あ、そう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 キャシャなキャシャ、そう、キャシャなんで身長高いでも身長175、うん、一緒くらいだな、うん、あれはボキャブラリーボキャブラリーボキャブラリーはないんじゃない俺の方がある俺の方が俺の方がある、お魚のヒラメのヒラメのカッペリ冷製パック、はい、カッペリマジマジして食べてください。美味しそう、うん、あ、綺麗結構クセっ気だ、うん、うんうんマジ、うん、これいい、おいしい、うん、おいしい、おいしい、こういうのを食べれるのが鶴岡にあるのはいいことだってすごい思うけどね。鶴岡やそうね、なかなかさないじゃん鶴岡でこう、うん、めっちゃでも敷居が高いっぽくはないよ。全然来た感じリゾート気分でお越しくださいと、うん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 、これはだって逆にあのもうちょっとね、都会で食べようと思ったらさ、うん、もっと高くつくし予約取れないし、そう、高くつくから、まあ、確かに毎日のお昼には無理だけど、うん、なんかのね、非日常のタイミングで食べるってすごいいいことだと思う。まこさんはねえねえうん、まだ早い、うん、まだいいよ。まこさんはお料理はするんですか、うん、料理はね、福岡に行ってからするようになった。一人暮らしで、うん、実感取るよ。しない、マジで作ってくれるし、私も怪我する前も作ってない、うん、で作るとしたら彼氏に対してうっせえよ会社に対してなんかこう誕生日とかクリスマスホームパーティーしようよみたいな感じの時は作る。あとなんかお弁当を作ってあげてた時もあったよ。作れないわけではない。肉じゃがとハンバーグ、ハンバーグも作ったことあるし、一番なんか難しかったのはハッシュドビーフかなんかそういうの作ってって言われて、圧力鍋にすごい煮込んだ記憶がある、うんうん、え、得意料理、得意料理今今旬でぶ鍋鍋じゃない、旬でぶって鍋じゃない、まあ、鍋か、うん、まあ、でも自分でちゃんと調味料あえ混ぜ混ぜして作る、その出来合いのタレとかじゃなくて、あときんぴらごぼう、煮浸しとかきんぴらごぼうがなんかまあ作り置きで作れるからっていうのはあるけど得意、茶色いものの方が得意かも。パースカラーパースカラーちょっと濃いけど、そう、洋食はあんまりだから作んない自分では、まあ、食べ行った方が美味しい。続きはですね、カルパチでございます、はい、上からかかってるのがですね、セロリと大根の角切りにしたものでございますので、セロリさんあんま好きじゃないんだよね。そんな気はした。食べれるかな。なんか食べる人生を生きてない。いや俺もちっちゃい頃はダメやったな。うん、おいしい。あんま分かんないよ。結構分かんない。そう。結構分かってるかも。食べれるようになったのかな。はい、続きましてこちらが、当店スペシャリティの一皿でございまして、血合いと茄子のオーブン焼きでございます、こちらのですね、同じものクルマス焼きのある考え方、方針に基づいた
一皿でございます。苦味と苦味をぶつけ合い合わせると旨味に変わるという口内調理の法則ですね。奥田シェフ曰く、この苦味の苦味をミックスとした苦味ミックスの法則というものでございます。中衛の持つ苦味とそしてエナスをですね、ホール焼きにして、あえて焦げ目を少しつけております。その焦げ目の苦味と中衛の、苦味がこうミックスしちゃうので、苦味ミックスの法則、旨味に変わる口内調理の一皿でございます。いただきます。ニガミックス頭ニガミックスだ。ちょっと一口、頭いった、ニガミックス、ニガミックス、頭はすごいニガミックス。山形庄内で好きな食べ物はあるんですか？ミンデナスとかの丸ナスと、あとダダ、今だったらダダチャ豆と、でもダダチャ豆は唯一無二というか、いろんな枝豆食べたけど、いやダダチャが一番うまいです。めっちゃ電話入る。ダダチャ豆がやっぱ、やっぱダダチャ豆が一番うまいと思います。こちら本日のパスタでございます。こちらが殿島きゅうりのフェレリーでございます。パスタ食べるってむずい、おいしい。最近行ったり来たり大変じゃないですか？大変だけど楽しい。けど月の半分以上は県外、半分以上、そうだね、半分4分の3ぐらい、最近だから福岡にもずっといれなくて、東京行ったり大阪行ったりだから、もうどこにいるかが分からない自分には。ね、けど庄内は好き、好きです。例えばどんなところが庄内、なんか他いろいろ回ってると思うけど違うとか、そういうとか、まあ、でも飯もうまいよね、ほんまにご飯も美味しい、そこが一番他も結構美味しそうなところ、まああるけど、なんかでもなんか庄内ほどのクオリティがあるかって言ったらそうじゃないし、なんか何でも揃ってる、魚もあるし、お肉もあるし、ただラーメン、そばあるでしょ、で、フルーツもあるし、お米もおいしいし、お酒もあるし、でも全ジャンルがほとんど均等にあるというかさ、平等に美味しくて、お金出せばね、どこでも、まあまあそうなんだけど、そうだからその安い、どこの居酒屋さん行っても外れがないというかさ、なんかわざわざ都会に住む理由がない、逆に、なんて、まあ高いじゃん賃金、まあ給料はある程度あるかもしれないけど、でも物価も高いじゃん、で遊ぶところ好きで、なんかお金かかるじゃん、いっぱいこっちこら辺で公園で遊べるじゃん公園大人駐車場無料じゃん、どこもそんな行列ないじゃん、かといってじゃあ毎日さそういう買い物をして過ごすとか、毎日カフェ行って過ごすっていうことはさ、都会の人もしないじゃん、そこまでお金続かないし、だからどっちかっていうと普段の平日というか仕事も含めた日常がどれだけストレスない空間でいれるかって考えた時に、俺は都会っていうか、まあ人が多いそっちは人ゴミゴミしてるし、なんかずっと何かに追われ続ける感じがして、まだ好きじゃん。で今なんてさ、だから買い物なんかほぼみんなネットなんだからさ、そのどこにいたって一緒じゃん。だから賃金の問題もさ、うまくやれれば、いろんな方法が今の時代はたくさんあるんだから、それをうまくちゃんと活用すれば、わざわざ都会にいる必要性はないのかなって思う。これほど住むに適したところはない、災害も少ないしね、
災害めっちゃ少なくないですよ。なんやかんやさ、うん、大雨来てますとか台風来てますってなってるけど、言うてそんな大きい災害全然ないんじゃない。地震来てもそんな、そんなのしさ、出羽三山に守られてるから最近オシャレカフェもいっぱい増えてるというか、でこういうね、ちょっといいとこのご飯屋さんだってあるし、やっぱりその気持ちって外出たから強くなる。昔からあったけど、でも改めて外に行って、まあ、いろんなものを食べていろんなことを経験してもっと強くなるのはやっぱりある。なんかおい学生さんとか外民の外に出るのは全然ありだったの。もはや出てた方がいい。だからなんか I ターンはすごいいいと思うし、 U ターンができるようなやっぱり環境作りは必要だとは思う。あと一回はみんなさ出てさ揉まれてあやっぱり地元いいってなるのが多分30くらいになってくると出てくるんで、どう考えても。でもやっぱお金のこと考えたり給料を、ね、考えたりしたら都会の方いいなってなってしまう部分があるんだったら、多分いいなって思ってても帰ってこれない人がやっぱりこっちのいっぱいいると思う、うん、なんだろうね、もうちょっとこっちの人も頑張れれば。そう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 、まあ、ただやっぱ遊びに行くのは大変だよ、やっぱり旅行行くとかさ、一回、うん、東京まで行くお金がかかるから。どうしてもこの今ネット世代、ネット時代さ、得ようと思えば得れると思うんだよね、そういう感覚も。本当はなんか得ようとしてないというか、必要と思ってないっていう感覚になるだけで、まあ、デジタルの情報の入れ方と実体験がやっぱ違うから、出るって言ってもさ、旅行にも普通に行くわけじゃん、その感覚だけでもいいと思うんだよ。だってお家祭は出てなかったみたいな、どっちかっていう、まあな、うん、で旅行で気づいた人だから。こちらが魚の赤、緑の赤パーツでございます。羊自体にアラチャ豆のさやを餌にすることによって、うん、臭みの少ない柔らかい羊に仕上がっております。今まで育って生活してきて、うん、やっぱりそれは出てみてやっぱこっちがすごい盛り上がってないから、うん、まあ、それはそうだね。まあ、でもまあ確かにどこの地域もさそうだと思うよ。いろんな地域がさ人口は少なくなってて、若い人減ってて、うん、お年寄り増えてる。そう、本当にみんな東京に出て大阪に出てみたいな、もう極端でしかないとは思うけど、でもその中で盛り上がってる地域もやっぱり田舎でもあるのはあるわけだね、うん、だからそういうふうに、まあ、タムギはもう人は住めないかもしれないけど、観光地というか訪れるところとして盛り上げたいから、まあ、わがままじゃないけどさ、まあ、自分が生きてるうちはというかさ、で自分が生きなくなった後にどうなるかもそれはしかわかんないけど、でもなんかそう、まあ、この銅像のことでも立ってね、立ってほしい。もう今旗掲げたいんだけどあんなそう、え、だから、まあ、でもそうだなって思う。これがまあ引いては将来、うん、どうか将来ピンポイントで流行ることはないじゃん、どう考えちゃう。そこから絶対さ、移動手段として鶴岡駅に行きます、庄内空港行きます、お土産買いますとかで絶対なるんだから、ついでにどっか観光しようってなるんだから、だからでその きっかけ作りとなる場所になりたいなって。庄内愛、いや、そうね、タムニ愛、そうね、まあタムニ愛が庄内愛につながってるけど、まあうん、まあね、だってあそこに来るってなったらさ、絶対レンタカー借りるか、まあ、バスないから。ないの？もうない、なくなっちゃった。タムニは大丈夫、うん、だからそれを復活させるとか、そういうレベルになってきちゃうじゃん。うちらが例えば海外行く、まあ海外じゃなくても国内旅行行きますって、うん、ここの
ここのここに行きたいから行きますってなるじゃん大体は、うん、でそれがどんな秘境であってもさ行きたいと思ったら行くでしょだからそういう感覚の場所になってくれたら別にいくらちょっと不便だなって感じる場所であっても来る人は来るんだなって思って、まあ、私が生きてるうちにはだから残しておきたいなっていう感じ、そんな庄内愛でございました。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでございました。これだけでいいんですか。はい、大丈夫です。何も質問ないです。今日はこれくらいでいい。次回全部生態系でやってみる。次回は作りながらとかね、はい、その時に聞きたい。わかりました。はい、楽しみながら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Oh, oh, oh.